はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですけども、日野くん見ていきたいなと思います。よろしくお願いします。お付き合いいただけなサネイダーさんです。チームスキル75、絆 52.5 ですね。はい、高っ。絆 52.5 って、はい、自分はチームスキル、74の、49.5、それにドイツバフが入って、若林自体は若林と、シェスターで、3.5% 上がるので 52.5 という形です。さあ見ていきましょう。うん、なるほど、すごいですね。 5% で超盛れるんですね。あ、これ特殊バージョンですよね。現行マックスモリモリみたいな感じですよ。はい、高非全力前なんですけど、6万1000ちょっと距離はあるんですが、まあブロックしていきたいなと。ジャンプ、ああちゃんとヘスシュー積んでますね。6万1000なんだ。あー強いな。まあこの辺はね、6万1000あっても止まっていくとはね全然思いますんで、ちょっとね距離あるんで5万7000まで下がってますけど、封印があるんですよね。はい、殺傷率どんなもん。うん、まあでも 20% くらい入るんだ。これ寄ったら 30% くらいありますね。なに20% 入った。すごいな。あ、引く気。さあ、非全力地の引く気、レイジングトレードボレー、かっこいいね。さあ2発目、封印が、あ、 Z 封印危ない。5万9,474 53,747。うーん、 69.8。2発目も大丈夫ですね。うん、これ全力中だと怖い感じか。なるほど。さあ地上シュート取れるか。3発目。うん、5万9000 53,000。あ、全力使わないと無理。532。あー、これはどうだ、強いよやっぱりこれ。5万9000だもんね、技でも。うん、ギリギリ銀杭なら返していける。やっぱりこれが技と力の属性さ。ヒューガ君だもんね基本的にね。はい、そうだよね、ヒューガ君と思えばそんな感じ。さあ、レギュレーション、オフェン、海外オフェンスでやってます。ここだ。そうだよ。勝負だ。さあ高い。まあ、全力がついてくる。全力ついたらどんなもん。 18% 上がる銀クリ。6万6000。1万3000差は無理だわ。1万3000差は普通に全力中初段でも、うわ、26しか出ない。初段でもダメだな。うーん、強いボスト。非全力時石崎止まるかやってみたいなと思います。あ、非全力時は石崎止まりますね。大丈夫ですね。これ全力中だとひっくり返されるかな。どうなんだろう。多分そこが気になるところ。非全力中は高浮きですけど止めるので、低浮きも多分止まるかな。うん、日野くんと榊。さあ日野くんドリブルで、これ大事ですよね。これ読み勝った、まあ、基本的にはドリブルが大事だと思うんですけど、あ、抜けますね、ツイスターステップ。マジでこれはすごい。
さあ、全力で飛空機止めれるか正面。全力で攻めれてやる。さあどうでしょう。加えて一気にボールを打ち込む。さあレイジングトルネード、レイジング66,000の53,000初段。危ない、 Z は生きている。さあクリティカル次第、クリティカルはどうか、勝率は銀対銀で負ける。ギリギリ、俺の魂のギリギリ負けますね。同じ 52.5 度し、あー弾く。これフィジカル防衛したら、フィジカル防衛にしたら入らないわなるほど、 52.5 同士なので、だってシスターは基本入れるし、若林で今 52.5 になってますけど、逆に言うとサネイダーさんの若林は 55.5 なわけでしょ。 52.5 あ、2.5 1.5 と2だ、 3.5 だから55なんでしょ。 56なのか、サネイダーさんの若林やば。戦う気、全力切れてます。止まるか、あ誰も、おいいですね、表しブロック勝負してみましょう。トルネードシュートは空中でも使えるんだ。さあこれはどうか、うん弾かれていく、飛んでいく飛んでいく、待て待て触れない。さあ非全力、非全力時だとどうか、銀食いなんでね。わあ角度か、俺の魂のプレーを見せてやる。吹き飛ばしちゃったからなのか、あ入っていく、よくわかんないポストちょっとは距離あるとダメだな。さあ、全力で止まるかどうかですね。多分止まると思うんですけど、ちょっと減ってても、あー止まらない、全力中あ金繰りか、でも勝ち目がないからこれ銀繰りでも止まらんわ。マジか、ディフェンダーキラー。よしかい、たださっきはね、588だったんです。金繰りどうか、うん、やっぱり飛空機じゃないとちょっと距離ありますけど、飛空機じゃないと厳しいね。今、うん、なるほど、サッカーが大好きだ。さあ日の地上はどうか、日野くん、インクリー、カタルーニャに起きてる日野くん、あー Z 封印される、 Z 封印されて694時の日野くん、SGK キャッチ、あー金繰り出しても負ける。なるほど、まあ Z の封印があればっていうところですね。あとスタミナ減ってれば、まあなのである程度スタミナ削りながら全力ついた時に踏み込んで打つといいのかもしれないですね。なるほど、大体あとは既存非全力時でもディフェンダーキラーがあるので読み勝てば抜けるようですね。榊君とかね、パスかドリブル全然勝率ね、青ゲージなかったですからね。はい、ありがとうございました。さあ、というところで今日はね、日野くんの、能力見てみました。皆さんいかがでしたでしょうか。若林じゃない環境になった時には即属性のキーパーだったりとか技属性のキーパーだったら非常に有効な能力ではないかなと思いました。はい、まあ、ただ若林の、初段のような捨てですと全力中の飛空機で、同絆だった場合に、オフェンス褒めだったら、飛空機でも、繰り勝ちしない限りは抜けないんじゃないかな。フィジカル褒めだった場合は若林60取れるなというような形でございます。はい、さあ、そんなところで今日はこの辺で終わりたいなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。